市によってアップロードされたネットオークション時の SCP-1931 の画像。アイテム番号 SCP-1931。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル劣化を防ぐために、保管サイト41にある温度と湿度が調整された収容室において SCP-1931 は保管されることになっています。職員の間で血液感染性の伝染病が広まることを防ぐために、人体実験が必要な場合は D クラス職員を使用するならば SCP-1931 の異常効果を用いても構いません。説明 SCP-1931 は成熟したメスのベンガルトラの頭部であり、剥製にされ保存されています。多数の傷跡が SCP-1931 の顔に存在し、他の動物によって負わされたものだということが断定されています。頭部の底面にある総称にはタールが塗り付されており、これは元の所有者によって行われたものと推測されています。ハーマン、フラーの不気味サーカス所有物、という文字のある銅製の小さな飾り板がタールの中に埋め込まれています。主なものとしては毛皮の色の塗り直しなど、SCP-1931 は何度か修繕されているように思われます。しかしながらこの動物の死後、何らかの方法で歯が改造されたということを指し示すものはありません。機械式の蝶つがいが SCP-1931 の顎に取り付けられており、顎が自由に開閉できるようになっています。SCP-1931 の牙により何らかの傷を受けた生物は生死の状態に関わらず、負わされた損傷の度合いに比例した高度で浮遊し始めます。しかしながら正確な割合は事例ごとに変化するように思われ、未だ確定されていません。軽傷を負わされた被検体は通常は地上から 0.5 メートルから3メートルの間の高度で浮かぶ一方で、重度の身体的外傷を負わされた被検体は 10km 毎時を超える速さで成層圏の高度まで上昇する、という結果が準備実験から示されました。所定の高度で浮遊した時点で任意の手段で推進力を与えられた場合、影響を受けた被検体は横方向に進むことができるようになります。SCP-1931 が被検体に与えた影響は、最初に傷を受けてから30時間から35時間の間に消え、それにより被検体は自然落下と一致する速度で降下します。シャーマン、という名前の男がネットオークションサイトで出品を行った際の2013年03月14日に、財団の情報機関が SCP-1931 を発見しました。出品者は空飛ぶ力を与えることができる品だと歌っていました。市の証言によると、彼は物置の土台を掘っていた時に SCP-1931 を発見し、同時に見つけられた他の品々からその異常な効果を学びました。付録 SCP-1931、DOC 参照。彼には記憶処理が施され、SCP-1931 は無事に回収されました。当初、SCP-1931 は絹で当て物をされたガラスケースの中から発見され、またガラスケース内には鋼鉄製の骨壺も収められていました。同時に回収された骨壺の中には保存処理されていない状態の、頭部のないベンガルトラの死体があり、それは SCP-1931 のものであると確認されました。また死体の両前足は雑に切断されていることが見て取れました。外見から判断すると左足は金属線で再接着されており、右足は完全に見当たりませんでした。補足 SCP-1931、DOC SCP-1931 の死体に加えて、その墓からはいくつかの品々が回収されました。SCP-1931、DOC、A は、若い講師に飛びかかる存命中の SCP-1931 が描かれた宣伝用イラスト内で見つけられた。文章の写しです。SCP-1931、DOC、B は、バーナード、クロフォード氏が所有していた川老氏の記録日誌から抜粋された、SCP-1931 に関する一連の記録事項です。SCP-1931、DOC、C は SCP-1931 の骨壺の近くに埋められていた小さな木の箱の中身を一覧にした資料です。SCP-1931、DOC、A、ハーマン、フラーの不気味サーカス。堂々、上演。奇跡の虎、アメリア。空飛ぶ神月、お持つ動物に会いに来てください。1日限り、今週土曜日。編集済み、軍祭事会場で。午後5時前に来られた方には風船の動物をプレゼント。SCP-1931、DOC、B。SCP-1931、DOC、
B1、1931-2-24。昨日の晩、ジェニーは彼女にとって最初の子供たちを出産した。子供らの1匹は生き延びることができなかったが、他の3匹は健康に見える。けれども、一番小さな子は、未だに私の心を困惑させる。昨夜床について確かに夢を見ていたが、それでも、私が起きた後も夢が続いている。私が虎たちの周りで過ごすようになって以来、このような何かを一度も見たことも聞いたこともない。それは異様で、そしてどこか恐ろしい。けれども、私はこの子を神からの大いなる賜物として見守ることを選んだ。彼女は世界中で唯一の存在で、園芸分野の同業者間で私を名声と富へと導くチケットになってくれるだろうと、とても強く感じている。私は彼女をアメリア、イアハートと名付けた。2年前に信じられないような素晴らしい大西洋横断飛行を成し遂げたパイロットにあやかっている。言ってみるならば、両者とも飛ぶことに関する特別な能力を持っているように思われるので、この名付けはふさわしいように思われる。彼女が血離れすればできるだけ早く訓練を始めよう。SCP-1931-DOC-B2 1933-4-19 アメリアは群を抜いて知的で愛情深いことが判明し続けている。得意な能力以上に、彼女は自身が一般的な役者として並外れていることを示し、ついでに言えば兄弟たちや、私が出会ってきた他の全ての虎たちよりも一貫して優秀であった。マルコ、ブロスにおける観客は大幅に増えてきた。彼女を私の演目に組み入れてからは、なお次々と給料が良くなってきた。アメリアのために新鮮なサーモンを買う目的で資金の余裕分を注ぎ込んでいる。彼女の食料にそれが最適であるように思われ、また彼女の毛並みにとって良いことを教えられているためだ。SCP-1931-DOC-B3 1935-2-24 私の運勢は日に日に良くなっている。今朝、ハーマン・フラーという名の紳士が家に訪れてきて、彼のアメリカでの巡業サーカスに加入しないかと勧誘してきた。私がすでにマルコ、ブロス、サーカスで雇われているということを告げると、彼は現在の給料の4倍払うこと並びに個人的に私の予費全額を負担することを申し出た。どうしてそのような申し出を断ることができただろうか。私は辞表を書いたし、明日の朝には当然提出するだろう。唯一の懸念事項は、アメリアや他の虎たちが海外への渡航でどう扱われるかということだ。SCP-1931-DOC-B41935-5-3 私たちがハーマン、フラーのサーカスに来てから今日で3日目だ。アメリアと彼女の家族たちはすでに、ここにいる他の動物たちの何匹かと友達になった。私はそれほど早くは慣れていない。マルコ、ブロスと比べればこの一座は驚くほど巨大で、ここでの体験は少し圧倒されるなんてものどころじゃない。ここにいる他の役者の多くは、どんなりにもかなわないような奇妙な才能を持っている。ある意味このおかげで退屈はしない。だが私は、アメリアが世界でただ一匹のスターから、単なる月並みの、魔法の動物、になってしまうかのように感じざるを得ない。だが私たちが抱える問題の中で最悪なものは、鬼人の巣窟、から二つ離れたテントに私たちが位置していることだ。この配置は非常に居心地が悪いが、私と動物たちから遠く離れている限りは万事問題ないはずだ。それでも、私たちが体験したことの大体は好ましいものだった。役者たちの全体的な態度は感じが良く、みんな、私の動物たちにとても感心していた。特にアメリアに対しては。また団長が、演技を行って金を稼ぐことに加えて、風船の動物、を売って収入を補うのはどうか、という素晴らしい提案をしてくれた。迷い猫と迷い犬に空飛ぶキスが与えられ、紐で結びつけられた。少々気味が悪く私の趣味ではないが、常連客は気に入っているように思われる。私の運勢は日に日に良くなっている。SCP-1931-DOC-B5-1935-9-22 私たちの演技のために団長が愉快な新しいフィナーレを考案してくれた。極めて慎重に次々と、たくさんの道化師たちに噛みつき、大テントの壁を跳ね回らせるというものだ。彼らはそのことについて驚くほどこだわらなかった。彼らの体には未だ多様の英国人の血が流れているはずだと考えたい。SCP-1931-DOC-B6-1937-10-13
今日、若者が私に近づいてきて、風船を空に罠したら何が起こるのか尋ねてきた。私は知らないと答えた。音を立てて破裂して、地球に落ちてくるということをこんな状況で言ってしまうのは、とりわけ気持ち悪いと思われるだろうから。SCP-1931、DOC、B7、1938-2-24。ユーリが他の虎たちの世話をしてくれている間に、アメリアと私はイギリスへ戻る休暇の準備を行った。彼女の種族にとってエセックスは実際には母国ではないことは分かっているが、それでも生まれた地を再び訪ねることは楽しいと感じるのではないかと思っている。SCP-1931、DOC、B8。日付はない。夢にも思わなかったことよりも陰鬱な、このサーカスの一面を見てしまった。もし私が野獣に囲まれた状況で眠っていなかったら、最悪の事態を恐れただろうに。SCP-1931、DOC、B9、1949-86。またしても団長はアメリアと私に好ましからざる一行の世話を頼んできた。今夜は特に風が強かったし、今頃はもうあの女がスウェーデンへの道半ばを漂っていたとしても驚きはしない。私はそれが厄介な処分の方法であることを認めるだろうが、少なくともそれは私たちが片付けなくても良い厄介事だ。SCP-1931、DOC、B10、1953-11-10。私たちの演技は、もうダメだ、私の最愛の、てが、それなのに私たちのどちらにも同情の言葉はない。忌々しい鬼人どもめ、あの地獄のような物体がアメリアの右足半分を切り落とした。そして鬼人どもがアメリアの方が先に仕掛けたと言い、皆はそれを信じている。ひどく非難されるべき皆は逆さの顔を持つ男を恐れているので、あの鬼人に私たちの体の上を歩き回らせたのだ。鬼人の巣窟と鬼人変人パレードは解雇すべきで。現実的な技術と知性を必要とする演技にこだわるべきだと、私は前から団長にずっと伝えていた。私は何度も何度もそう言った。そして今は忌まわしい手相占い師が娘の足を戦利品として身につけている。ああそうだ、ここでは私たちは皆少しおかしい。しかしあの生物たちは人間ですらない。とりわけあの怪物は、道化師の家に泊まらなければいけないほど状況は悪い。今、私たちは鬼人どもが見せかけのなりを捨て、私たちの手足や頭を切り落とすことを恐れなければならない。私たちが初めてここに来て以来どうして坂道を転げ落ちるようなことになってしまったのか、そのことがたまらない奇辱だ。SCP-1931、DOC、B11、1955-2-24。こんな呪われた場所はもうたくさんだ。以前はこのサーカスにあったのかもしれない上辺だけの品格も、礼儀も、秩序も何もかもとっくになくなっている。悪臭のする、不愉快な態度の、ひどく不揃いな歯並びの高2の怪物くんは身の程をわきまえずアメリアに手をかけた。そして私が奴を元の場所に戻すと団長が私を厳しく非難してきた。逆さの顔を持つ男の影響が広がってきていることは知っていたが、団長でさえ彼の言いなりになっているとは夢にも思っていなかった。もはやこのようなプロ意識の欠如には耐えることができない。必要な手段があればできるだけ早く、他の場所に動物たちを連れて行きたい。SCP-1931、DOC、B12、1955-29。計画は変更された。アメリアは病気だ。あの不潔な鬼人から何らかの恐ろしい病気を移され、今や死期が近い。もし彼女を失えば、これが必ず私の遺書となるだろうと断言する。SCP-1931、DOC、B13、1955-3-13。アメリアを3日前に失った。読みやすい字を書くことができる程度には十分にシラフになっただけだ。私は彼女に本物の適切な境界層をあげるべきだと強く主張したが、団長は彼女の死体を自分の所有物にすると言い張った。彼はアメリアの頭を保存し、悪魔のような風船の動物を大衆に与えるために使い続けている。私は彼女の死体を埋めることだけを許可された。怒りも悲しみも今はない。ただ義務感があるだけだ。私には自殺はできず、この果てしなく呪われた場所に他の動物たちを残していくこともできない。しかも、アメリアと私が始めた仕事は彼女の名前で続けられていく。SCP-1931、DOC、B14、1964-7-27。少々時間がかかったが、天罰はついに下された。
怪物くんは殺人者として公正に晒し者となった。奴は、事実としては奴を取り押さえた人々を殺害してはいなかったのだが、私には重要なことではない。最も良かった点は奴の評判が地に落ちた一方で、私の評判は潔白なままだったということだ。奴に同情を示していたサーカスの人々でさえも、奴のオスラバカな兄弟であるジェイコブを非難している。私から興味をなくした人がたった一人だけだったということはない。故に、私はアメリアの頭を金品テントから持ち出し、彼女の残りの遺体と共に埋葬することに、この機会を利用するつもりだ。彼女はついに眠りにつくことができる。仕事は完了し、侮辱は終了だ。逆さの顔を持つ男から私の秘密を隠し通しておくことはこれ以上長くはできない。お前の前足を借りなければならないことは詫びる。しかしお前の手で私たちの仕事を終わらせることはふさわしいように思われる。私の人生は間もなく終わるが、せめて天国でお前や他の動物たちと再会できるだろう。お互いのためにこれを墓に、愛しのアメリア。SCP-1931-DOC-C 大きな羽毛入りの枕。対象は明らかな腐敗の兆候と爪を持つ動物による重度の損傷を見せている。皮、鋼、木からなる人工装具の足。重度に劣化した硬いゴム製の弾。しかしながら SCP-1931 によるハートは未だ目視可能。様々な年齢、人種、性別の人間27名のものである右第1の残骸を収容した木浅布のノズダ袋。浮遊する、切断された猫の尻尾に結び付けられた紐を持つ、若い男が写るセピア色の写真。